江戸時代後期の大名。では山形藩四代藩主。後に、上野立林藩初代藩主。立林藩秋元家十代。文政三年三月8日、須王国徳山藩八代藩主。もう年広鎮の八男として生まれる。母が、山形藩の先々、大藩主、秋元久しやの娘で、秋元家と、遠赤関係にあったことから、 天保二年に、おじの三代藩主、秋元久朝の養子となる。天保十年四月十三日、久し朝の隠居により、家督を継ぐ。校歌二年十一月三十日、上野盾林藩に違法される。安政二年の安政の大地震を契機にして、岡谷磨く磨く助を登用して、藩政改革を断行し、江戸詰めの家臣の屋敷を盾林に移して、 藩主権力の強化を図り、学問所である、蔵子書院を創設した。源氏元年7月、金門の変が起こると、もう年への出身だったため幕府から内通の権威を受け、10月27日に養子、要し、礼朝に家徳を譲って強制的に隠居させられることとなった。しかしその後も、反省の実権を握り、長州政罰では、幕府、朝廷、 もう年への中介役を務めている。明治9年7月26日、死去。去年57。明治29年5月20日に、十賛味を追贈された。ありがとうございます。